はい。皆さんこんにちは。海外転売講師の、こっちか。海外転売講師の黒沢敦志です。3泊4日の講習ツアーが無事終わりまして、今、生徒さんは、キロについております。私は、 部屋をちょっとチェンジしなきゃいけなかったので、部屋をチェンジして、で、たまたま今当てがってもらった部屋っていうのが今までで一番高い16階の部屋でした。部屋自体は小さな部屋というか、スタンダードな、一番スタンダードな部屋なんですね。ホテルズドットコムとか、うん、アゴダとかで予約すると当てがわれる一番典型的な部屋に引っ越しました。で、今日の、まあ、午前中昼までは、 たまたま当てがわれた部屋っていうのが比較的高めの部屋だったんですけれどもスタンダードな部屋に引っ越しましたのでこの機会を利用して活用して部屋の紹介っていうのを改めてさせていただきたいと思いますどういった設備があるのかっていうのも含めてまあ部屋によって微妙にどこに何があるっていうのは違うんですけれども基本的にはこんな感じだっていうことをご理解いただければなと思いますちなみに今これ私が撮影しているこれが UO Play 2という スタビライザーですね。こんな感じで。で、このスタビライザーが、今まで使っていた、えー、ジ、ZYUN かなジーンというメーカーの1万0千のものとは違って、これは2万7千ぐらいのスマホのスタビライザーだと一番高価なものですよね。一眼レフのスタビライザーとかだともっと高い5万円、6万円のあるんですけれども、こちらに今回から変えましたので、こういったスタビライザーです。こ、このスタビライザーです。はい。 ぜひ、こういうスタビライザーもあるぞっていうのをお見せしたくて鏡越しに話をしました。さてさて、入り口がこちらなんですが、ちょっと引きで取りますね。入り口がこんな感じです。はい。で、入り口入って、まあ本当に部屋によって微妙にどこに何があるか違うんですけれども、ここ開けると、はい、クローゼットがあります。で、ちょっともう自分の荷物ここ入れてるんですよね。で、ここにドライヤーがありますね、ドライヤー。 で、ここに金庫があります。金庫。ドライヤーと金庫がある。で、気づいてない人多いんですが、この中にもスペアの枕とか、あとちょっとした毛布みたいなものも入ってるので、寒い時はこれを使っていただくという形ですね。はい。でですね、部屋の中をまだお見せする前に、先にこっちをお見せしたいと思うんですが、ここに、まあ、ポットがあります。すぐに、ティファールみたいにすぐに温まるポットがあって、 で、飲み物を入れるコップが2つ、カップが2つ。で、これは無料で飲めるお茶ですね。こちらが、えっ、ー、と、緑茶、グリーンティーで、こちらがブラックティー、まあ、紅茶ですね、があります。ちなみにここに置いてあるのが私が持ってきたもので、これはスピルリナという食物繊維の細かい粉、栄養補給のために飲んでます。で、これは結構便利な、この、 液体タイプの靴の匂い取りですね。やっぱりずっと履いて歩き回るわけですから、これも持ってきてます。で、これはかの有名なリセッシュですね。こんなものを持ってきてます。先にバスルームの方を紹介させていただきたいと思います。はい。バスルームはこんな感じです。で、ここにまた、はい、こんにちは。こんな感じになってます。 で、バスルームで、スタンダードで置いてあるのは、これ前の部屋から私勝手に持ってきちゃったんですけれども、トイレットペーパーはちゃんともちろんついてます。で、トイレは、よいしょはい、こんな感じの普通のトイレですね。で、何があるかっていうと、はい、これ。まずは、映るかなシャンプーですね。シャンプーと、あとは、 これ、フォームバスって書いてありますけど、まあ、木浴液、んーボディーソープみたいなものですね。あと、なぜか、いつも、ここにトゥースブラシ、歯磨き粉と歯ブラシのセット。で、ここに櫛、くし、くしですね。くしがあって、あと、これが、シャワーキャップです。シャワーキャップ、あ、すいません。シャワーキャップがついていて、で、あと、これが、なんだろうな、見たことない。ひげ剃り ヒゲ剃りですね。私はヒゲ剃りは使わないといらないんですけれども。で、これ自分が持ってきたやつで、これ、あの、かなり便利な眉毛カッターですね。眉毛カッターと、あとは自分の眉剃りを持ってきてます。で、あとはこちら側に石鹸が、固形石鹸が一個ついてます。で、これ自分が持ってきたものなんですが、これは講州であ、やっぱ缶は飛行機機内持ち込みできませんからね。あの、缶のヘアスプレー、ハード版と、 ハードジェル。もちろんこっちでも手に入ります。あとは顔にも使えるニベアのクリームですね。あとはこれコンタクトレンズの液。コンタクトレンズの液と、あとこれは化粧水ですね。やっぱ乾燥するので化粧水と、あとはこれ小分けにした、えー、っと、ポールスミスの香水です。気分転換ですね。あとはこれヘアワックス。 あと、コンタクトレンズ用品って感じで、ここに置いてます。よいしょ。はい、ごめんなさい。ぐしゃってしちゃいましたね。はい。で、お風呂の方はですね、ちゃんとバスタブもついてます。ありがたいことに。こんな感じでバスタブがついていて、シャワーもついていて、で、ここにタオルが置いてあるという感じですね。ちなみに、こっちに置いてあるものは、よいしょ。 ここに置いてあるものは私が持ってきたダブルの洗顔フォームとシャンプーとあと色がついてる方がボディーソープですねマイボディーソープでこのボディタオルはあのいつもマイステイズ羽田に宿泊するときに1個持ってきてますすごい泡立ちが良くていいものなので別に100均にあるものでもいいんじゃないかなっていうふうに思いますはいちょっと時々グカンガチャンって動くんですけれどもここがお風呂場ですねお風呂場ですはい で、部屋なんですけど、ダ,ダダダダーン。こんな感じですね。部屋っていうのが2ベッドの部屋になります。まあ、いろいろ荷物置いてありますけど、こんな感じの2ベッドの部屋。もう一度下がってお見せしましょうか。ベッドが2つあって、こちら側に荷物置きがあって、で、この下にスリッパもありますからね。スリッパもあります。靴磨きもあります。 で、あとは、こっちの水の方は飲んでもいい、免費の飲用水がここにあります。これは、1個飲めば、ちゃんと翌日掃除するときに補充してくれます。っていうのがありますね。で、あとは、この下に冷蔵庫があるんですけれども、おいしょ。冷蔵庫の位置もどこにあるか違うんで、これちゃんと、冷えてるかな。なんか、よく動いてない感じしますね、この部屋のは。まあ、なんかあったらね、受付のレセプションに言っていただくか、ツアーに参加される方は、 言っていただければ、私たちに言っていただければ、お前ちょっと冷蔵庫直してくれとか、部屋変えてくれとか、交渉はしますんで。で、いつも通り、コーヒーと、ヨーグルトと、牛乳と、あとちょっとしたお菓子が入ってますね。はい。こんな冷蔵庫が、ちっちゃな小型の冷蔵庫がありまして、ちなみにですね、 水はここにはなかったですけど、本来はここに水があるんですよ。で、こっちの薄紫色の蓋がついている水が本当にここに置いてあるんですけど、それは有料の水なので、飲まないようにしてください。まあ、飲んでもいいんですけど、お金かかっちゃうんで、バカ高いので、こっちの水だったらフリーでね、いくらでも飲めるので、これを、ぜひぜひ、こちらを飲んでいただければなと思います。はい。で、ですね、部屋の反対側から、全体を見てみると、 こんな感じの部屋になりますこんな感じの部屋ですねはいこれがスタンダードなサイズの高級品館の部屋なんか16階なのでちょっと13階とかもっと下の部屋より高級感はあるんですが大きさとか居心地的にはまあ同じかなっていう感じですでさてさて外を見てみましょう高州見ました こっちは、えっ、ー、と、北側かななんかもうここ変ななんか、指紋を、お、お、幼なたまの朝尾のみたいなのがついてますけどね。よく通勤電車のガラスでこんなとこありますよね。まあ、とりあえずそれはさておき、こんな感じで見ることができます。いつもはもうちょっと下の階なので、もう少しね、ここ今目の前に映っているこの黄土色の建物これ学校なんですけど、 学校の建,建物が近く見えると思うんですが、やっぱ16階ともなると、結構全体的に見下ろして、はははは、人が、なんだ、ゴミのようだ、みたいな、ムスカ大差的なことを言いたくなり、高さですね。やっぱ16階っていいですね、16階の高さって。はい。ここの下の方を見ればわかる通り、公衆ホテルの近くもバラック的な場所ってあるんですよ。なので、あのー、 あっちのマンションとかね、こっち側の奥にあるマンションとか、ここ,こら辺のマンションとかも、まあ、結構増設、建増しに建増しを重ねたような場所って感じがしますでしょ下の方もここなんかすごいですよね、ここら辺ね。で、 こういった場所っていうのは別に入り込んでも行っちゃいいんですけど、一人で行くのは避けた方がいいし、夜行くのは避けた方がいいです。まあ、そんなに講師で治安悪くないんですよ。悪くないんですけども、なんかトラブルに巻き込まれたらね、あの言葉通じないともう解決しないというか、わけわかんないことになっちゃうので気をつけていただければなと思います。こういった形の場所です。少し引きで見てみましょうか。だん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 。気持ちいいですよね、この見た目。 うわあ、こんな感じの部屋です。なんか絵に描いたような部屋ですよね。ここだけバーっと見てみると。ぜひぜひ、皆さんも公衆ツアーに来ましたら、この部屋が、このぐらいの規模の部屋っていうのがスタンダードで当てがわれます。本当に16階なので、より光が入ってくるので、下の方の階だと、まあ、明るさ的にはもうちょっと暗いし、んですけど、別になんか汚いとか、そういうことはないし、安全性に関しても、 あの、特に危なっかしいことはありませんので、まあ、この部屋、ぜひぜひ参考に、こういうところに泊まるんだなーっていうのを参考にしていただければ。はい。というわけで、いろいろとお伝えさせていただきました。あ、そうそう。あとは、ここに公衆ホテルの Wi-Fi があります。ここの Wi-Fi だと、結局のところ、 中国の Wi-Fi ですから、LINE とか YouTube、Yahoo、Google、Facebook、そういったものは使えませんので、ただここにありますから、頑丈ホテル、GZ ホテルの8333-8168につなげば、まあ、WeChat とか中国のアプリとか、あとは規制の入っていないアプリとかね、そういったものは使えますので、ここで、 チェックしていただければなと思います。あと私が結構頻繁に使っているのが多分ここを開けたらあると思うんですが、よ、ありましたね。はい。これですね。ランドリーです。ランドリーが、まあ、この袋の中に選択してほしいものを入れて、で、ここに書くんですね。なんかゴミついてますね。ここに書くんですね。名前と、部屋番号と、あとはま、この衣服の件数と、あとサインをして、 よくわからなければ、まあ、ここシャトーストレッチとか、シャトーホールディットとかいろいろあるんですけど、まあ、基本的にはどうだろうな。シャートストレッチとに入れて、レギュラーサービスに入れて、あと自分が注文したいものの、このゲストカウントのところに数を入れて、ちょっとゴミつけます。取りますね。で、出すと。出,す出し方は、これは部屋の中に、まあ、何か荷物を入れたら、 まあ分かりやすいところに荷物を入れて、洗濯して欲しいものを入れて、ここに置いとくと。で、この紙を、やっぱりこの横ぐらいに分かりやすいように、こんな感じで置いとくと。こんな感じで置いとくわけですね。で、あとは、これを、ドアの外側にかけておくってことですね。ドアの外側にこれを、まあちょっとこれ内側ですけども、イメージとすれば、こんな感じで、 かけとくっていうことです。そうすると、だいたい11時までに回収したら5時までには持ってきてくれるので、ぜひぜひ、このランドリーっていうのも使って利用していただければ、高いですけどもね。まあ、一回わちゃわちゃやると70元とかかかっちゃうんですけれども、でもでも、あの、なんていうんですか、あの、たくさんの荷物、特に冬場とか、いくつも持ってくるとかさばるじゃないですか。で、私これ荷物、まあ、ちょっと、 これの二つなんですよ。で、これ実は、万引きで昨日買ったやつなんですけど、キャリオンバッグで、ここに、通せるやつですね。この持ち手の、スーツケースの持ち手っていうのを通せるようなバッグを買ったんですけれども、まあ、こんな大きくなかったです。持ってくるときは、こんぐらいちっちゃなバッグをここの上にくっつけてたんですけれども、まあ、これ機内持ち込みギリギリサイズですね。で、 これで今はいいんだけど、もうちょっと寒くなると、一枚一枚の服の容積っていうのが大きくなるじゃないですか。で、私、靴も今はスリッパ履いてるんですけれども、高周品館のスリッパ履いてるんですけど、いつもだいたい2足持ってきてるんですよ。まあ冬場はこっちだけなんですけれども、まあ外ペタペタ歩く用の魚んってやつですね。漁師が使っていて、今は、あの、サーファーとかご用達しのこの魚んっていうサンダルと、これを今回持ってきたので、 寒かったらこっち履くみたいな感じで持ってきてますので、まあ冬場は靴はこれ一足、で、あとこのカバン一個でそのカバンの上にくくりつけるこのカバン、まあこんな大きいやつじゃないですけど、このセットで私は着てますので、あのー、やっぱり服なんてなるべくたくさん持ってきたくないんですよね。でも私の場合一週間ぐらい滞在するので、やっぱり洗濯したいと。で、自分で下着ぐらいでしたら、あのー、乾かしとけばいいので、 あの、お風呂に入るときに洗って、で、こういった伝統のところですね。こういうところに引き下げとくんですね。そうすると1日経つと乾くような速乾性のパンツとかを持ってきてますので、格好にかけてもいいんですけど、やっぱり今回はちょっと贅沢させていただいてランドリーっていうのを注文しました。はい。すいません、失礼しました。ランドリーに注文して、で、 まあ、もう11時前に回収してもらって、その後部屋変わったんで、919からこの1 6 1 4号室に変わったんで、こっちに5時ぐらいに持ってきてもらうっていう感じですね。というわけで、全体的に部屋がこんなところですよっていうのをお伝えさせていただきました。というわけで、 今日から一人ぼっちパクということで、まあ、どこで何しようかなっていうのを考えています。まずはちょっとね、セツさんがお世話になったお店の人たちにもう一回挨拶回りなどなどして、あの、セーチさんが優遇取引などをより円滑に行えるように、 まあ、顔を売ると言いますかね。お土産持ってったりとかしながら、万、ま、引しあたりからスタートして、いろんな業者の人たちにもう一回顔出してこようかなっていうふうに思います。やはり単純接触回数って言ってもなかなか生徒さんに1ヶ月に1回ずっと講師に来るって難しいので、その分自分が顔を売っといて、あ、黒沢のヘイツ、私はヘイツ、黒沢ヘイツですけど、ヘイツの、あの、生徒さんだったら知り合いだったら、 安くするよとかね、小ロットでも対応するよっていうのが、より円滑におかえ行える通り、まあ、おべっかってわけじゃないんですけれども、ああ、いろいろお世話になりましたっていう感じで、ちょっと挨拶回りを今日はするかなと思います。まずはね、パソコンを広げて、日本の生徒さんでサポート期間中の方もいらっしゃいますので、その対応をしつつ、その後は空いた時間で、まあ、挨拶回り、万、ま、引周辺ですね、だけでもしておこうかなと思います。 明日以降っていうのはもうちょっと他の卸売しも,もしかしたら行くかもしれませんが、そこら辺も、まあ今はどうしようか。シェアしている最中です。というわけで最後までご清聴くださりありがとうございます。海外転売講師の黒沢氏がお届けいたしました。では失礼いたします。では。